ボンジュールバンドリー、皆様こんにちは。バンドリー青山本店菊池です。バンドリーセールスアドバイザーの大知里也です。本日お送りするのはイタリアのネクストパンツブランド、はい、ビーエイブルです。ご存知ですかね。今大事なワードが入ってたんですけど、はい、イタリアの、はい、ネクスト、パンツブランド、はい、これすごく、ね、大事なんですよ。はい、イタリアの人って特に、はい、いい意味でキザなんで、はい、パンツとかこう足のシルエットをいかにかっこよく見せるかにものすごい力を入れてるっていう印象が僕はあるんですね。はい、でそんな彼らが出すイタリアのネクストですよね。なるほど。数ある、パンツブランドの中でも今やっぱり注目度も高くて、うん、やっぱり実力も非常に高いというブランドを、今日ご紹介したいと思います。はい、それがビーエブルですね。はい、去年も私あのバンドリーさんの撮影とかでも書かせていただいていて、はい、2シーズン目ということですかね。そうですね。はい、はい、うん、で去年はあの私自身もあのすごい愛用してた、うん、あのモデルもあります。なるほど、なるほど。あのパッと見た印象と、はい、私着用した印象は2つ特徴があると思ってまして、うん、あのやっぱりこうブランドがイタリアナポリということで、はい、ナポリといえばやっぱりこう手仕事のナポリと、うん、はい、面白いなと思ったのがそのナポリとですねちょっとこうモードを感じさせるような、うん、はい、こう現代的で、はい、ちょっとこうアーバンな感じが、うん、あのあるんですね。その2要素がうまく組み合わさったブランドだと思います。はい、でこの後あの笹岡さんにも履いていただくんですけども、はい、あのナポリのこのクラフト感とこうモードの感じがどう融合してるかっていうのがあのすごく分かりやすいと思いますので、はい、ぜひご覧ください。はい、バンドリさんでは、はい、ビーエブルセレクトはあのスラックスとショーツ、うん、そうですね、はい、で特にスラックスは、はい、もうグレー直球、そうです、トラッドな感じですよね。まああの、はい、エリックモデル名でエリックなんですけど、はい、こういう風にこうなんて言うんだろう、うん、まあイージーパンツっていうか、はい、このドローストリング付きの2プリーツ、はい、アウトプリーツかな、はい、であのこのモデル見た時に、まあ、正直コットンとかウールもあったんですけど、うん、もうこれはもうグレーのウール一択で行こうと思ったんですよ。はい、チルバイ特にこういう背景地というか、はい、あの定番の素材のスキッパーとか、うん、まあ、襟付きを今日は黒にグレーなんですけど、まあ、オフ白だったりネイビーだったり、うん、もうどちらかというとこうシンプルにこれから梅雨明け、はい、まあ、まだ梅雨入ってないですけど、うん、そういった時にこう1枚になった時にグレーのパンツって、うん、まあ本当万能で、意外とその時期に涼しげに履けるグレーのパンツかといってクラシックすぎない、うん、まあ、このちょっとモードが入ったのがもうとにかくポイントですね。いわゆるあの、はい、じゃスーツの組下を履いてもいいんですけども、うん、ドレスカジュアルみたいなこのスタイリングをするには、うん、はい、それ用のやっぱりグレースラックスがやっぱりあるといいですよね。はい、そうなんです。はい、でやっぱりさっきナポリとモードって言いましたけども、うん、この仕立てが非常によくされているのがよくわかります。タックがすごくこう綺麗なんですけども、ね、これもやっぱりかなりのこう時間をかけてきちっとこうアイロンワークされていることによるこの自然なタックの入り方っていうのはやっぱり仕立ての良さを感じるんですけども、一方でやっぱりこのウエストの部分に関しては、はい、こう紐ですよね。エラスティックと、ね、こう紐を入れてるこうなんともこうチャレンジングな部分がやっぱりこう手仕事とこうモード両方を感じさせる。ちょっとこう履いた感じがハイウエストっぽく履けるようなシルエットですね。はい、そう、腰位置やっぱ高いのってちょっとこうクラシックでこうサルトリアルな感じが雰囲気が出ますので、そのまあ本格さとイージーさを合わせ持っているのがこのエリックスラックスタイプだと思います。はい、はい、もう着心地は本当にもうイージーパンツですよ。あの履いてる感じがいいですね。楽であの綿にもあって、うん、まあ、適度なこうテーパード、うん、でやっぱりこれダブルじゃなくてこういうのってやっぱりシングルで、うん、なんかこういったスリッポンとか、まあ、サンダルでもいいし、うん、まあ、スニーカーなんか合わせてもなんかダブルっていうとどうしてもクラシックなイメージがあるんですけど、はい、あえてなんかこうシングルでちょっとこう、うん、なんていうんだろう、今の気分っていうかちょっとおやっと思わせる感じ、はい、シングル で、うん、そうですね、おやっと思わせるあたりもちょっとこうモードの、はい、あの雰囲気だと思います。はい、
今シーズンのバンドリーさんで扱うディエブルのラインナップ、はい、4種類あるのでご紹介したいと思います。はいはい、1つ目が先ほどのグレーの笹尾さんが、ね、はい、履いているエリックという、はい、モデル、はいはい、でこちらは2プリーツで、もう一方がこのドミニクっていう、はい、はい、ドミニクですね、こちらになります。これはいわゆるキャロット型、シルエットがちょっと違っていて、はい、テーパードが効いているということですよね。そうですね、まあ、スラックスっていう、こう意味ではさっきのエリックが、うん、2プリーツ、アウトプリーツなんですけど、はい、でこちらがワンタックのこうインプリーツ、インプリーツ、はい、はい、内側にということですね。で、はい、ウエスト周りはシャーリングっていうかゴムの仕様になって、うん、ループもついてるので、これはまあベルトをしても対応できると、はい、でドローコードが内側についてる。さっきの外ですけど、これは内側なので、はい、まあ、見えないというところですね。はい、ポケットもそれはこっちはこう両サイドにポケットついてるんです、うん、はい、先ほどの僕が入ってるこうエリックよりも渡りが結構ゆったりしてて、テーパードがちょっとこうきつめの、うん、いわゆるキャロットパンツですね。で丈もクブ丈で、もう僕なんか履くと結構フルレングスに近くなっちゃうんですけど、うん、これ綺麗ですよ、やっぱり。このドミニクに関しては、うん、このベージュをピックアップしてるんですけど、なぜこのベージュかっていうのは、まあ、バンドリーのニットが今年はまあ、エクリューっていうかオフホワイトからブラウン系のグラデーション、うん、オフホワイト、サンドベージュ、ブラウンっていうその並びのこうグラデーションで構成してるんで、そういったこうトーンにぜひともこう上品に着ていただきたいなっていうこのベージュです。すごく相性いいと思いますね、これは。それとショーツが、あるんですよね。そうですね、はい、一応形は一緒なんですけど、モデル名がデニー、デニーという、はい、はい、いわゆる、2タックの、これはそうダブルですねのタイプの、はい、ショーツになります。はい、膝上なんですけど、うん、このダブルのサーバーもちょっとこう細身で、はい、いわゆる渡りが全体的に何て言うんだろう、ゆったりしてる。写真でご覧いただきましょうか、はい、ちょっと履くと少し短めなんですけども、うん、太さがあると。なのでちょっとこう少年っぽさとこうタックによるこう大人っぽさがこう両立した、ね、パンツだと思います。これ白がコットン系ですよね、はい、で、はい、結構ドレスのパンツに使うような結構しっかりした、うん、と張りがあって、うん、透け感もほとんど感じないですね、うん、これすごい履いた時に80年代90年代のラルフローレンです、まさに、うん、なるほど。そんな雰囲気で履けるパンツですね、はい、これもまさにこうスキッパーとか、うん、そういったこうちょっとスポーティーな大人のトップスに合う、あると、はい、ですね。もう一つ形は同じで、うん、こちらのモロっていうブラウン系ですね、はい、これは素材が違うんですよ、実はトロピカルウール、さらっとした形は一緒なんですけど、うん、素材が違う、はい、の、はい、北方がショートパンツ で、ね、これがあります、はい、なんか本当にこうウールで大人っぽくこうレザーのシューズなんかに合わせたい方なんかにはこのウール、うん、すごい落ち感も綺麗ですよね。去年はとにかくもう5月ぐらいから30度超えでやたらショートパンツ早かったんですけど、うん、今年はまだちょっとそういう気分になれないんですけど、まあ、絶対暑くなったらもう今年もショートパンツはね、はい、マストだと思うし、これは要チェックだと思います。ちょっと大志也くんにショートパンツを履いてもらってます、今。どうぞ。はい、こんな感じでございます。おー、ちょっとまず 色なんですけど、このコデチャのトロピカルウールのパンツなんで、うん、オフ白のドレスティの白、うん、にグレージュのアウターを羽織って、パンツの色とあとシューズですね、ブラウン、焦げ茶を、いい感じだよね、すごい。全体感見えますか？すごい、なんか色合いもなんかまさにちょっと大人な、上品ですよね、はい、色合いもこれすごい好きなんですよ。トープですね、トープとブラウンと、エクリューのグラデーションに、うんうん、S の焦げ茶、ね、めっちゃいいね、はい、でやっぱりですね、これから暑くなる時の注意点というか、うん、上今これ半袖で、ショーツになるとなかなかこれちょっと街歩きづらい、ね、まあ、そうですね、はい、なので、はい、なんかこういうショールニットとか、
シャツでもいいと思うんですね。うん、こう手に持つ、もしくは、リネンの長袖とかをやっぱり着ていただく方が、大人の方のショーツスタイル、夏のショーツスタイルっていうのは、なんかこう、収まりがいいというか、そうですね。なんかこう安心できると思います。はいはいはい、そうですね。単純にショートパンツでこう半袖だと、はい、なんか単純すぎるけど、こうやってやっぱり羽織物で色でこうトーン合わせるとめっちゃいい。なんかこういう感じですね。うん、なんか袖あのまくっていただいても、うん、ちょっとこうなんか男らしくなりますし、そうですね、表情つけやすいな、こういう夏でもやっぱりこうシャツでもあのジャケットでもいいので、何か上着があると。ショートパンツのスタイルは、ね、なんかいい感じになるかなと思って履いてみました、はい、いいと思います。はい、まあ、おしゃくんのこう、ね、アウターをこう煽ってっていうスタイルもあるけど、うん、夏でもやっぱりもう7月とかもう梅雨明けぐらいからやっぱりもう半袖1枚っていうスタイルがもう去年もそうだったんですけど、はい、まあ、パンツにこう半袖の、まあ、ニットティー、あとまあこういったポロとかね、そういったもの1枚っていうシーンが多くなると思うんですけど、あの基本的には上がるので、はい、そうなんですよ、はい、はい、襟がついてると本当は半袖1枚、はい、T シャツだと心もとまないけど、うん、やっぱりポロシャツだったりポロ襟だったりこういうスキッパーっていうのは1枚で着ても様になるっていうのが売りなんで、まあそれでもちょっと寂しいかなっていう時には、あの先週ネイビー会でこのネイビーの着てましたけど、すごいこれ反響あったんですけど、はい、まあそれのいわゆる黒なんですよ、うん、今日は僕はあのグレーに黒っていうスタイルでちょっとこう大人っぽく、それをもう本当にこれあの肩掛けでこんな感じで、これあの来年の今日放送しててもいいような、はい、まあ、ちょっと先取りコードということを、ね、去年だったらモックネックに、うん、あの V のカーディガンのアンサンブルちょうどやってたんですよ。あ、まあ、その感覚のちょっとニューバージョンみたいな感じですけどね、うん、でやっぱり今年結構スキッパーのバラエティを増やしてたんですけど、今日着てるのはちょっとクルネック、クルネック、今までは V でしたけども、はい、そうなんですよ、あの首が詰まったクルネックですね、はい、マルチボーダーの、うん、去年もやってるマルチボーダーのスキッパーもそうなんですが、それのこういわゆる無地版なんですね、うん、先週展示会をやってて、うん、結構好評だったんで、これはもう来年も継続あのする予定です。イタリアのネクストパンツブランドということで、はい、コーディネートも含めご紹介いただきましたけど、ビエブルですね、はい、でもなんかイメージ湧いたんじゃないですか。そう、しかもこの、まあ、靴も含めて、うん、このブラウン系のグラデーションがすごいお医者さんお似合いです。あ、嬉しいです、ありがとうございます。うん、本当になんかですね、素敵、でも似合うって言われたのが、はい、私実は結構意外で、はい、このですね、あのいわゆるトープっていう色、はい、ブレージュとかっていうのが、はい、なんかこう今日言われて、はい、ちょっとようやく似合う年になったっていうふうに思ったんですね、はい、っていうのはやっぱりこれね、憧れる色なんです、すごく、はい、ベージュのスーツとかと一緒で、うん、あのトープって憧れてたんですけど、はい、なんかこう僕が20代だとか、はい、若いうちって、はい、なんかねただ濁ったこうベージュみたいな感じがして、あ、着こなせなかったっていうイメージが強いです、ね、顔写り悪かったんですけど、はい、なんかちょっとずつ大人になってきたかなと今日のコーデしてみて思いました、ね、あれですか、あの憧れの枯れ、あー、もう白、あのひげにちょっと白髪が混ざって、ちょっと白髪が生えてとかっていう、はいはい、なんかこうポジティブに年を取れる要素だと思うんですけど、うん、はい、なんかそのそういう、うん、あのそういうこうポジティブさを感じさせてくれるのもこのトープという色かなと思いましたね、うん、はい、なんかこういうショーツと合わせても、うん、あのはしゃいでる感じがしないんで、しないですよね、そう、それはやっぱり上が長袖っていうことはやっぱり決まるので、そうですね、はい、なんかその長袖にショーツというスタイルも、うん、あのお店のインスタとかでもご紹介してますので、うん、なんかどうやったらおすすめスタイル、そうですね、うん、なんかどうやったらこうちょっとやんちゃになりすぎない大人のショーツスタイルができるかとか、はい、大人のスラックスが履けるかというのを、うん、あのインスタでも見てもらえたらと思います。はい、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それではまた次回お楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございます。